こんばんは、スナイパー馬券予想の黒木優衣です。今週は京都競馬場で開催される菊花賞を一点勝負で狙ってみたいと思います。それでは今週もよろしくお願いします。今回本命に選んだのがアルアインです。皐月賞を優勝したディープインパクト3区の馬、前走のセントライト記念では2着に敗れましたが、G1 に向けた前哨戦でまだ仕上がりが甘かった点を考慮すると悪くないレース内容だと思いました。今回のメンバーなら馬券圏内は外せないと見て本命に選びました。次に選んだのがウィン・ガナドルです。新潟記念を4着に構想したステイ・ゴールド3区の馬、フル馬相手に0コンマ1秒差の4着は斤量差があったとはいえ評価のできるレース内容だと思いました。この馬の持ち味を生かす競馬ができればチャンスがあるかもしれません。今回は以上の2頭をワイド1点で的中を狙いたいと思います。今週はゲートウェイの馬女メンバーがお届けする菊花賞の予想と富士ステークスの予想を配信しておりますので、お時間がございましたら皆様の予想の参考としてご覧ください。皆様のチャンネル登録をお待ちしております。